本日美女がいただく駅弁は、かわいい、おいしそう。食欲をそそられる実に美味しそうな駅弁である。好きな男性タイプはド S です。筋トレ好きなんで、あのなんて追い込まれるのが多分好きだからド S かなみたいな。追い込んでくれる人がいいです。なんか辛い時にもっと頑張れよみたいな感じで攻め、怒られるぐらいの方が好きです。過去の恋愛は逆ばっかでした。私が怒ってばっかみたいな。だから2ヶ月しか続いたことありません。やばい、できます。じゃあちょっと調子がいい時は出るんですけど、あの赤線インコって言って、ペットショップにいるあの大人数の赤線インコの声です。です。いただきます。駅弁人生で2回目。どれからしようかな。じゃあまずは大好きな、筋トレ大好きな卵さんからいただきます。あ、味付けバージョンだ。いただきます。うん、うん、超染みてる。家じゃ食べられない感じ。おいしい。うん、ささみだ。おいしい、鶏ささみ。これ筋トレ好きの人絶対好きなお弁当な気がする。次はじゃあ大好きなしいたけいただきます。最高。うまっ。お母さんのより味しみておいしい。めっちゃ汁たっぷり。恵方巻きみたい。めっちゃ綺麗。いただきます。たくあんだ。おいしい。たくあんおいしい。めっちゃ好きかもこれ。ガリまであるよ。もうね、お寿司好きな子たまらない。お寿司女子絶対好きこれ。一旦ガリを挟んで、お豆食べよう。なんだろう、煮物これも。ちっちゃい。いただきます。うん、おいしい。甘い、甘くて美味しい。全部美味しいな。もうなくなっちゃう。早い。でも食べよう。めっちゃ美味しい。箸止まらない。うん。煮物が完食。うん。白身魚。一番好きなやつ。ラッキー。うん、もう終わっちゃう。ね、本当に早い。早いの私。完食しました。もうこれ筋トレ好きも絶対好きなお弁当だと思います。絶対食べた方がいい。ごちそうさまでした。Whitewater, there's no place I'd rather be.